ハラリア、ニューヨークで牧会しています浅野です。最初にお祈りいたします。恵み深い天皇と様、今日はこの手を受けて証の時を導いてくださったことを感謝します。どうぞ御心の証を語るよう、どうぞ聖霊様を語り導いてください。あなたに期待します。イエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。皆さん、改めておはようございます。私はですね、この東京アンテオ教会で非常にこの意味深い体験をしたんですね。それは2008年に初めてこのアンテオ家に礼拝した時にですね、その時は非常に困難な問題を抱えてたんですね。しかしその時にこのメッセージを通してその問題を解決していただいたと、その御言葉を通して私は今日までいるということを皆さんに知っていただきたいと思います。それは第二コリント12の9節のところで、私のあなたの恵みは十分である、私の力はあなたの弱さに完全に合わされるというその御言葉なんですね。で、本当にこの教会で皆さんと一緒にこの礼拝できるということを本当に感謝しております。で、今回帰ったのは先週の火曜日に帰ってきたんですけど、ほとんどこの人間ドックとかですね、脳ドック、脳の MRI、 そして昨日は胃カメラ、そして大腸内視鏡と、まあ、ほとんど問題なかったので本当に神様に感謝しております。それで来週は白馬キャンプ、そしてまた今回もですね、日本で、この宣教してくるようにということで、今日の午後またニューヨーク教会に来てくださっている信者さんのご家族に行ってですね、癒しの祈り、また御心の交わりの時を持っていこうと思っています。どうぞお祈りください。そしてですね、ニューヨーク教会はですね、昨年の夏大変な試練を受けたんですが、皆さんの取りなしとともに、そして北米の皆さんと牧師の皆さんとスカイプを通してずっと祈ったんですね。まあ、そのおかげでですね、素晴らしい礼拝場所が与えられました。今はですから、トゥニティ・プリベシエテリアン・チャーチっていう長老教会ですね、アメリカの。そこで朝早いんですけどもこの100人以上入ってこられるそういう街道でですね、本当にこの聖霊様の助けを受けてですね、恵みに預かっています。さらにニューヨーク教会のためにお祈りください。お祈りします。天のお父様、この証の時を感謝します。イエス様の御名を通してお祈りを捧げてします。アーメン。ガドルアドナイを賛美します。